千葉市立千葉高等学校。千葉市立千葉高等学校は、千葉県千葉市稲げ区小中台9丁目にある市立高等学校。通称は、市、千葉、市千葉もしくは、市立、千葉、市立千葉、俗に、陸も用いられる。文部科学省 SSH、スーパーサイエンス、ハイスクール科学技術人材育成重点校、科学技術振興機構、 SPP サイエンスパートナーシッププログラム指定校。千葉サイエンススクールネット、SS ネット参加校。1959年、千葉市の人口増加に伴う生徒数増加に対応するため、千葉市議会において設置が検討され、千葉市の工業化が進むにつれ、人口の急激な増加と教育的関心の飛躍的な向上を将来し、 一方、戦後の生徒増加現象が見られたので、新しい国家社会に形成する優位な青年を育成するため、新都市にふさわしい千葉市民の教育機関として設立される。設立趣旨より、都市で設置された。以降、千葉市唯一の私立高校として、教育活動を展開してきたが、1979年に、後に、 外国語教育に特化することになる千葉市立稲毛高等学校が開校すると千葉立千葉高等学校に改称し理数特化型の教育課程に転換することとなった。2002年度には文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール指定を受けた。その後2004年度に策定された千葉市立高等学校改革基本法人に基づき理数教育を軸とした。 制度改革が行われることとなった。その一環として、同校では、単位制生徒自身が、必修科目とは別に設けられる、選択、研究科目の中から、受講科目を任意に選択する制度の導入と、休暇した校舎の改築が行われることとなり、2005年度には、旧幕張東高校の幕張仮校舎に移転した。 2007年度より、タ位ム課程の導入と同時に、次元数確保のための45分7元授業が始まり、創立50周年を迎える2008年には、小中大進行舎に移転した。2012年度に再び、スーパーサイエンスハイスクールに指定されたことを受け、2013年度より、普通科に SSH コースが設置された。 2015年度より授業時間確保のため、全学年で50分7限授業が開始された。現在では、スーパーサイエンスハイスクールの経験を活かして、先端科学講座、クロスオーバーサイエンス、SS マシュマティックスなどの専門教科科目が設置されているほか、分離を問わず、多種多様な講座が開講されている。強く明るく、より高く、1年次から英語化において、 少人数授業を取り入れている。2年次からは、理数教育に特化した、普通科 SSH コースが設置され、SS 課題研究などの科目が設置される。一方、普通科一般コースでは、古典、数学の少人数授業のほか、研究科目の授業や、選択科目制により各自の進度設計に対応する。三年次からは、一類系、文系と二類系、三類系、 理系の三つの類型に分かれることになり、字ほどの大半が研究、選択科目となる。英語表現及び一部の理科の授業は、教科担任と外国人講師によるチームティーチングとなっている。一年次から、調バスや、進度の参考資料が配布され、校外模試が行われる。また、全学年で希望者対象の通年補修及び、書記補修が開講される。また、 普通科においても一部の SPP プログラムや SSH 講座等を受講することができるほか、一年次の夏季休業中には普通科全員に理科課題研究が課される。同校には普通科とは別に理数科が1クラス設置されており、卒業生の多くが理数系の大学へと進学している。普通科との違いは理科と数学の授業数が多いことと、 千葉県内全域から募集をしている点、そして先端科学講座、COS などの独自科目が設置されていることなどである。また、数学と理科の授業は少人数制が取られている。修学旅行の内容も普通科と異なり、1年目は伊豆大島での野外実習を、2年目は放射線医学、総合研究所の見学やアメリカ合衆国での科学技術研修。 ss, フィールドスタディなどを行う。さらに、文部科学省の推進するサイエンスパートナーシッププロジェクト以下、spp にも指定されていることから、事業の一環として、希望参加制の公害研修や、近隣大学での実験、講義なども年に何度か行われている。また、この公害研修は宿泊費、交通費等は、文部科学省負担なので参加者は、 少ない費用で最先端の科学技術や自然科学を学ぶことができる。この研修には普通科生徒が参加できるものもある。その他、博物館研修も行われる。このような点でも理数科は日常の授業以外においても理数系に特化した教を受けていると言える。なお、理数系に特化した学科ではあるが3年時には文系科目の選択にも対応しており、 柔軟な進路設計を可能にしている。また、普通か同様に一年次から、シラバスや、進度の参考資料が配布され、公害模試や希望者対象の通年補修及び、書き補修も行われる。SNCA、進化、サイエンス、インターナショナル、カリキュラムアカデミー、科学をより身近に、目標をより高く、全生徒を対象に、 理数科目と他の科目をクロスオーバーさせ、複数科目担当教員によるチームティーチングが行われる。例えば、土佐日記、月の満ち欠けについて、古典地学、アクリル絵の具とアクリル樹脂、美術科学、福利法と、数列、政治経済数学などといった内容で、これは教科官の有機的接続と科学的観点の育成を目指すものである。 生徒の科学的な好奇心、探求心及び国際性が育まれるような進化、発展的な形態を構築することを目指し、校内に外部講師を招聘して、講座を開講したり、校外での講座に参加できたりする体制をえている。また、毎年夏休みには宿泊体験型の SS サイエンスキャンプが行われ、研究機関の見学や実習などを行う。 千葉市が推進する科学都市、千葉の実現に向けて、千葉市科学館、千葉大学、千葉市動物公園などとの連携を強め、理数教育の充実を図る取り組み。毎年夏休みの時期にはこの一環として、千葉都市モノレールと連携して、アーバンフライヤー社内に一年普通科生徒の研究レポート及び学校紹介を掲示したし千葉号の運行やモノレール、 千葉駅構内の生徒作品展示などを行っている。年1回行われる同校主催事業で千葉市内の小学生、中学生、高校生によってポスターセッション形式で行われる研究発表会。研究機関から審査員を招き、研究に対する審査とアドバイスが行われる。年1回行われる同校主催事業で千葉市内の中学生、 高校生がプレゼンテーション形式で研究発表を行う。新 c s s フェス同様に審査員による審査が行われる。2、3年の生徒の希望者の中で校内選抜を通過した生徒は千葉大学の講義の一部を受講することができる。この千葉大学による高校生への講義の解放をホックホックという。この制度は平成13年に 千葉大学と同校との間で交わされた教育連携に関する協定によるものである。希望者は放課後に千葉大学へ移動し、講義を受けることになり、聴講した講義は高校の卒業単位として認定される。2016年には千葉大学工学部と高大接続事業に関する協定を締結し、相互協力体制が強化された。 2008年までの改築事業により、小中大振興車が完成した。振興車には、PTA の活動により体育施設以外の全室に空調設備が設置されている。全館を通して大きな窓と吹き抜けが特徴で、最高、通風を意識した設計となっている。屋上には、太陽光発電設備と雨水再生利用設備が設置され、 校内のトイレ洗浄水には再生水が利用される仕組みとなっている。これら設備の稼働状況は1階ロビーの液晶ディスプレイにリアルタイムで表示される。また、校内の多くの壁面には展示レールと簡易照明が整備され簡単な展示を行うこともできる。難問から本館に続く坂は通称、私立坂と呼ばれ、高台に位置する動向のシンボルとなっている。本館と 下グラウンドをつなぐウッドデッキには、千葉市のシンボルツリーであるケヤキが植えられ、通称、ケヤキ広場と呼ばれる。また、普通教室棟の中庭には、ウッドデッキとベンチが整備されている。体育館ステージには、舞台照明、音響設備も設置されている。特別教室の設備も充実しており、7室ある、理科教室と社会科教室には2台の大型モニターが設置され、 AV 設備完備の80人収容の視聴覚室、320人収容のホールも整備されている。また、単位制導入による講座数増加に対応するため、国語科、数学科、英語科には、それぞれ20人収容の講義室、その他30から80人収容のゼミ室が6つ設置されている。体育設備では上下グラウンドテニスコートプールなどの、 屋外施設にはナイター設備が整備され、体育棟にはトレーニング室も管理されている。部活動加入率は95%を超える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。